皆さんこんにちは、マーティンダーミアクロ金田です。中日オリックスの内外野ユーティリティープレイヤー岩崎恭平さんのそもそも言います。中日時代確かに親切お茶試合は全く起用されずでしたけどね、まあ確かにその後は積極起用したけどね、足は速くて本当に俊足高打のバッターと言っていいでしょう。まあただホームランが少なく短距離打者ですね。はい、オリックスに移籍し、まあ才能は少し開花したけども引退してそうです。確かに俊足高打のバッターは大変なもんでございます。以上です。バイバイ。